はい、皆さん、ボンジョーできるフランス語のケビンです。前回の動画で、お互いに似たるフランス語の l'un l'autre を紹介しました。でも、その l'un と l'autre の間に、前置詞という言葉の種類が入ったりするので、l'un l'autre を使いこなすようになるように、もっと手的な説明を準備しておきました。始まる前に、前回の動画をまだご覧になってない方は、まずその動画をご覧くださるようにお勧めいたします。Alors, allons-y! L'un ou l'autre の間に何も置かないときは、直接目的語を使う動詞を使った文章の場合です。例えば、complimenter quelqu'un、誰かを褒める。Ils se complimentent l'un l'autre。彼らはお互いに褒め合う。l'un と l'autre の間に何も入らないです。でも、間接目的語を使う動詞の場合は、必ず前置詞をつけることになります。この動画で簡単に理解いただけるように、例文をつけながら様々な前置詞を紹介いたします。まず、日本人にとって多分一番わかりやすい、あという前置詞から始めます。大体ね、日本語のに訳せたり、英語のとに大体当たる、すごくよく使われている前置詞です。例えば、parler à quelqu'un、誰かに話す。お互いという意味にするために、l'un と l'autre の間に前置詞 à を置きます。On se parle l'un à l'autre。リエゾンが入ってますね。On se parle l'un à l'autre。On se parle l'un à l'autre。私たちは話し合ってる。ちょっと注意してほしいことですが、集合が2人以上の場合は、les uns les autres になりますね。でも、les uns と les autres の間に、あを置きますと、あと les が組み合わせて、なんかフュージョンして、をになります。ですから、les uns à les autres じゃなくて、les uns aux autres になります。Ils se parlent les uns aux autres. Ils se parlent les uns aux autres. 直接目的語を入れる場合は、動詞と l'un à l'autre の間に入れた方が一番自然です。例えば、donner un cadeau à quelqu'un、誰かにプレゼントをあげる。Ils se donnent un cadeau l'un à l'autre。Ils se donnent un cadeau l'un à l'autre。彼らはお互いにプレゼントをあげる。Envoyer des lettres à quelqu'un。誰かに手紙を送る。Vous vous envoyez des lettres l'un à l'autre。Vous vous envoyez des lettres l'un à l'autre。あなたたちはお互いに手紙を送る。次の前置詞は日本語にもっと訳しづらい、で。場合によって意味が違ったり、それかむしろ日本語に訳せなかったりします。例えば、parler、話すと一緒に使えば、parler de quelque chose。何かについて、何かに関して話す。Ils se parlent l'un de l'autre。彼らはお互いにお互いのことについて話す。そこも集合が2人以上の場合は、de が les とフュージョンして、でになります。Ils se parlent les uns des autres. Ils se parlent les uns des autres. あとは、英語の from みたいに、いくつかの動詞と一緒に使って、から、それかとという意味になります。皆さんがご存知になっている、venir de、quelque part、どこかから来る。あとは、s'éloigner de quelque chose、何かから遠ざかる。Ils s'éloignent l'un de l'autre。Ils s'éloignent l'un de l'autre。彼らはお互いに遠ざかる。彼らはお互いにもう片方から離れる。Se séparer de quelqu'un、誰かと別れる。On s'est séparé l'un de l'autre。On s'est séparé l'un de l'autre。私たちはお互いに別れた。あとは日本語にすると該当の言葉がない場合、avoir peur de quelque chose、何かを怖がる。avoir besoin de quelque chose、何かが必要だ。être fier de quelqu'un、誰かのことを誇りに思う。l'un l'autre を使ってみると、ils ont besoin l'un de l'autre、ils ont besoin l'un de l'autre。彼らはお互いに必要とする。Vous avez peur l'un de l'autre. Vous avez peur l'un de l'autre. あなたたちはお互いに怖がってる。皆さん気づきましたかね?
そうです。再起動詞じゃない動詞、つまり普通の動詞と一緒に l'un de l'autre を使うと再起代名詞を置く必要はもうありません。l'un de l'autre を使うだけでお互いにという意味を表すことができます。それはこれから紹介する他の前置詞に全部及ぶ規則です。次は sur という前置詞、英語の on にあたってそこも日本語でにまたは動詞によっての上にと言います。 compter sur quelqu'un、 誰かに頼る。 on compte les uns sur les autres、 on compte les uns sur les autres、 我々はお互いに頼り合ってる。先ほどは parler de quelqu'un は誰かについて話すって意味だと見ましたけど、 parler sur quelqu'un だと誰かの悪口をするというニュアンスになります。Ils parlent l'un sur l'autre. Ils parlent l'un sur l'autre. 彼らはお互いの悪口をしている。Avec と一緒にという意味です。そこも avec を l'un と l'autre の間に置きます。ただし、そこはお互いというより普通に一緒にという意味になりますね。これから紹介する前置詞は全部そうなんですけど、お互いではなくて別な意味を表します。Ils rigolent l'un avec l'autre. Ils rigolent l'un avec l'autre. 彼らは一緒に笑ってる。次、contre、対する。サッカーで日本対フランスの試合は Le Japon contre la France。 例えば、se battre、戦う。 Ils se battent l'un contre l'autre. Ils se battent l'un contre l'autre. 彼らは一緒に戦ってる。Avec と contre の違いについては説明動画を作る予定があります。次、après、後。l'un と l'autre の間に置くと、次から次へという意味になります。Ils partent les uns après les autres. Ils partent les uns après les autres. 彼らは次から次へ立ち去ります。derrière、後ろ。例えば、ils attendent les uns derrière les autres. Ils attendent les uns derrière les autres. わ、彼らはそれぞれ隣の人の後ろで立って行列を作って待っているということです。À côté de のそばでなら、Ils attendent les uns à côté des autres. わ、彼らはそれぞれ隣の人のそばでの脇で並んでいるということですね。l'un と l'autre の間に置く前置詞は大体それらです。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。いつものように今回の動画の内容を使いこなすようになりますように、動画の下で復習用の文章を書いておきました。わからない文法や表現がありましたらコメントセクションでお知らせくださいね。登録ボタンを押していただくとすっごい助かりますので、よろしくお願いします。À la prochaine!